はい、こんにちは。まあ、今、おはようございますなんですけども、ジャキーです。今日はですね、このエアコンの話なんですね。はい、エアコン。今ね、止めたところなんですよ。うちの場合はですね、まあ、今、夏なんですけれども、夏、クーラー、冷房使いますよね。で、冷房使って、冷房使って、で、止めるときにですね、こっちの暖房を5分ほどするようにしてます。なんでそういうことをするかと言いますとね、これ、まあ、ご家庭にあるエアコンもそうだと思うんですけど、まあまあ古いエアコンなんですけど、クリーニング機能がついておりません。で、冷房のまま消してしまうとですね、次つけた、次の日つけたら時にめちゃくちゃ臭くなってる。で、消す前にですね、冷房消す前に暖房にして、中の水分を全部乾燥させ、ドライヤーみたいにしてね、乾燥させ、5分はした方がいいと思います。10分すると熱くなりすぎちゃうんで、部屋が。なんか5分ぐらいでいいと思うんですけど、切る前に、切った、まあ、冷房切るときに、暖房5分、つけるようにしてます。するとね、匂いが、マシ、マシじゃないな。もう全然しなくなります。まあ、カビ菌っていうのは60度で、死にます。暖房マックス、まあ今ね、暖房、設定温度、暖房何度だったっけ？29度なんですけど、29度って相当暑いじゃないですか。ね、それをするとですね、通勤口のあたりは、60度近くになってる、もうそれ以上になってるかもしれない。もう火傷するぐらい暑くなってますんで、カビが全員死んでしまうということですね。はい。今回は、夏の冷房の使い方、うちの場合は言ってみました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ジャッキーでした。バイバイ。